現在、京都府にまん延防止等重点措置が適用されています。新規陽性者数は第3波に比べ下がりきっていません。また、変異株の脅威に直面するなど、コロナウイルスは身近に存在しています。感染予防を忘れるほどお酒を飲む。マスクをせずにおしゃべりする。 そうした人が増えると、たちまち感染拡大を招き、再び強い措置をお願いすることになります。そうならないためにも、府民の皆様、事業者の皆様にはご負担をおかけしますが、リバウンドを招かないという強い気持ちを持って、慎重な行動を心からお願いします。